What's going on guys? ダンクマヤシです。 Twitter にもあげたんやけど、今自分の近所で山火事が起こっとって、ロサンゼルス郊外のアーバインって場所なんやけども、車でこっから15分20分くらいの距離で、もうすごいよね炎が。そこに住んでる知り合いとかも車で避難しとったり。日本じゃないよねこういうことってね、山火事で人が避難するとかあるんかな、田舎の方は。やっぱり多分自分はそういったことにはならんと思うけど、結構海寄りだから。まあ何ですよね、今年のロサンゼルス山火事に暴動、コロナに散々やね。2021年はもう少しマシになりますように。というわけで今回はみんなが大好きダンクマンニュースなんやけど、この動画も少しでもいいなと思ったら高評価とチャンネル登録してない人は登録もよろしくお願いします。一つ目はマイアミヒートの話題から。マイアミヒートはチームのタイラーヒーローはサンズのデビン・ブッカーよりも良くなると考えていると。これはね、人によって意見分かれそうやね。デビン・ブッカーもすごいすごいと言われとって、1試合70点、タイラー・ヒーローね。でも今回のプレーオフとか見とったら全然俺は可能性あると思うし、単純な人気とかやったらもうすでに結構いい勝負しとる可能性もあるよね。なんといってもこのバブル期間にかなり知名度を上げたし、実力も証明したから、俺は全然ある話やと思う。そしてそのマイアミヒートはタイラーヒーローを基本的にはトレードするつもりは全くないが、もしもそれがヤニスかブラッドリー・ビールだったら考えると。よっぽどやね。まあそれは正解やと思うし、こんだけまだ若くて大舞台で活躍できてシュートも入るから、でもまあヤニスやったら考えると。だがもしもそれがビクター・オラディポだったらタイラー・ヒーローは絶対に入れないと。ビクター・オラディポよりもヒーローのことを買っとるってことやね。そしてヒートはチームのバム・アデバヨに関してはトレードするつもりは 100% ないと。まあそりゃそうよね、この選手はもう今後もフランチャイズプレイヤーになっていくレベルの選手だから、ヒートとしてはね絶対手放したくないし、次のシーズンもねおそらくオールスターにも出て、全盛期もねまだ全然来てない感じだから、まあこれは当然だと。コメンテーターのポール・ピアスがウォリアーズはドラフト2位の指名選手を使ってマジックのニコラ・ブチェビッチを獲得すべきだとコメント。いやそれはウォリアーズにとってはね美味しい話かもしれんよね。ビッグマンを探しとってブチェビッチはオールスターレベルで、ただマジックがねその2位指名選手で納得するのかと。多分それプラスウォリアーズは何か出さないかんと思うけど、かつてレブロン・ジェームスからあの有名なポスターダンクを食らったジェイソン・テリーは、自分がいつもお店とか試合会場に行ったらいつも小さな子供が寄ってきて、ジェイソン・テリーだよね、なんでレブロンはあんな風にあなたにダンクしたのって聞いてくると。こういうことが結構起こると。もうジェイソン・テリーといったら俺もこのシーンしか思い出さんね今のところ。これが起こるまではね、あのダラス・マーベリックスの有能スリーポイントシューターとしてのイメージは高かったけど、やっぱりこの事件がその後に起こってからはジェイソン・テリーといったらやっぱりこのダンクの被害者だと。そして実際に道端で子供にそう言われていると。レイカーズのアンソニー・デイビスが彼にとっての史上最強選手はコービー・ブライアントか、あるいはマイケル・ジョーダンだとコメント。まあ NBA のファンの間でいつも史上最強ディベートにはだいたいマイケル・ジョーダンとレブロン・ジェームスが最近は入ってくる傾向があるんやけど、さすがに彼もまだレブロンは現役だから少しは思っとると思うけど言えんのやろうね。ただこの2人という意見も全然ありやと思うし、史上最強討論ね、ジョーダンは絶対入るやろう。でレブロン・ジェームス、コービー・ブライアント、そして俺結構みんな入れてないけどカリーム・アボドー・ジャパンも結構ね忘れがちやけど入るべきやと思う。NBA で一番得点しとる選手よ。あとはマジック・ジョンソンとかも入ってくるんかな。コメンテーターのスティーブン・ A がマイケル・ジョーダンとスコッティ・ピッペン VS レブロン・ジェームスとコービー・ブライアントがもし2対2を全盛期でやっていたら余裕でジョーダンとピッペンの方が勝っていたとコメント。これは意見割れそうやね。これで投票取っても面白そうやね。いやー俺は絶対競ることは間違いないと思うけど、ジョーダン・ピッペンかな俺も。オクラホマのクリス・ポールが彼は引退した後にチームのオーナーになりたいとコメント。やっぱり彼はいつも何かを引っ張っていきたい男なんやろうね。ポジションはもちろんポイントガードやし、選手会の会長やし、常にチームのリーダーやし、でオーナーもやりたいと。全然性格的にも向いてると思う。今ね NBA がクリスマスに開幕するっていう話になってるんやけど、もしそうなった場合は12月1日ぐらいから NBA のキャンプを始めていくことになると。だけどこの話が出た後ぐらいにレイカーズのダニー・グリーンがレブロン・ジェームスはこの17年の間で10回もファイナルに行っていて、こんなにシーズンが早く開幕したら休む時間もないと。だからもしこのタイミングでスタートしたらおそらくレブロン・ジェームスは最初の1ヶ月に関しては試合に来ないだろうとこうコメントしたんやけど、いやーそれはファンにとってはねもちろんありがたいことで嬉しいんやけど、やっぱり選手にとってはね、特につい最近までやっとったレイカーズとかヒートの選手にとってはもう少し休みたいんやろうね。そして NBA は今回
プレイントーナメントで行って8位と9位を対戦させたんやけど、それをこのシーズンも続けていく方向でいると。これはいいと思う。かなり盛り上がったもんね、あのグリズリーズとブレイザーズ。レイカーズの JR スミスが自分の生涯で唯一嫌いだったチームメイトがいると。それはサム・デッカー。なんかおったね、そんな選手ね。なんかあんまり深くは語ってないけど、彼以外の他の選手とはみんな仲が良かったが、彼だけは我慢ならないと。彼はある日バスでとんでもないことをやってのけて、トランプのようなことを言ってると。俺には無理だと。こう詳細は語ってないけど、おそらくなんかこう差別に関連したことを言ったのかな。でもまあ JR スミスがこれだけ言うってことはよっぽどなんやろうね。なんかもっと詳細を知りたいけどね、これを言ったらまたすごいことになるから言わんのやろうね。あとマイアミヒートの球団社長パット・ライリーが、今回のレイカーズの優勝はバムの怪我とかドラギッチの怪我があったからこういう結果になったけど、もし彼らが怪我をしなかったらゲーム7に行ってた可能性もあったと。なんかそういったタラレバを言ったんやけど、結構ねその後選手も含めて非難がね相次いだんやけど、その後彼はやっぱり弁明しとったみたいやね。今回カイリー・アービングが新しいバッシュカイリー7を出したんやけど、このタイミングでケビン・デュラントもねナイキを通して彼のシグネチャーバッシュを出しとるんやけど、このケビン・デュラントとカイリーでコラボしたバッシュを出そうという話になってると。これはすごく面白そうよね。深掘れそうな内容やし、深掘ってほしい人はコメントください。そしてこのカイリーのバッシュ自体もすごく自分かっこいいなと思っとって興味があるから、これを実際買ってレビュー動画とかもね面白そうやと思ってるんで、そちらも興味ある人はコメントください。ここに来てウォリアーズがジェイミー・リーンに興味を抱いていると。それとあとネッツも興味を抱いてるみたいやね。ここに来てジェイミー・リーン大人気やね。なんで昨シーズンと違って急にこんな株が上がったんかな。でも彼もやっぱりアジア人の星で応援しとったし、プレースタイルも好きやから、まあこの感じあと来シーズンは NBA に戻ってこれそうでよかったね。ラプターズがこのシーズンホームゲームをカナダでやるかケンタッキーでやるかっていう話がずっとねあったんやけど、ここに来てラプターズはやはりカナダでやって高校で話を進めてると。レイカーズのアンソニー・デイビスは今回 NBA で優勝を果たして、彼はこれプラス大学の NCAA トーナメントでも優勝していて、オリンピックでも金メダル、フィーバーワールドカップでも金メダル、これら4つのチャンピオンになった初めての選手だと。そっか、他におらんのか。みんなこの中の3つとかは結構おりそうやけど、全部揃っとる人はさすがに少ないっていうことやね。シカゴブルーズのザック・ラビーンが、彼が NBA2K21 で彼のレーティングが85点だったことに関して不満を漏らしていると。前にも言ったけど、俺はこのゲームを1回もやったことないから、この85がいいのか悪いのかっていうのも正直ピンとこんけど、八村選手が79やろ、そしてレブロン・ジェームスが確かトップで98、ジミー・バトラーが93やったね。じゃあそう考えると俺は妥当なんじゃないかなっていう感じもするけど、他の選手見てみようか。ジャマール・マーレーが87、トレイ・ヤング88、ドナバン・ミッチェル88、ジェイソン・テイタム90、ザイオン86。ザイオンにじゃ負けとるってことやね、ザック・ラビンが。どうなんやろうね。逆にこのゲームやっとる人で今回のこの全てのレーティングは正しいと思う？そこについて何かある人はコメントしてください。クリッパーズのヘッドコーチタイロン・ルーは、少なくとも彼はカワイ・レナードとポール・ジョージを今後も長期間クリッパーズで使っていきたいと考えていると。まあそれはそうやろうね。あとはこの選手の周りに誰を付け加えるかにかかってくるね、クリッパーズは。 NBA は来シーズンのサラリーキャップを下げる方向性で動いていると。キャブズのアンドレ・ドラモンドに対して、ここに来て複数のチームが興味を抱いていると。ただキャブズは来シーズンもアンドレ・ドラモンドを残す方針で動いていると。彼もねいい選手やからね。でも個人的にはセルティックスに行ったらなんか面白そう。レイカーズの GM ロブ・ペリンカは、このシーズンレイカーズの課題は若くて才能がある選手を加えることだと。あ、やっぱりじゃあ誰か加える方針なんやね。ビクター・オラディポ、それぐらいしか今パッて頭に思い浮かばんかったけど、みんなは誰やと思う、この彼が考えてる選手は。はい、というわけで今回は以上なんやけど、皆さんはどのニュースが一番気になりましたか、コメントしてください。はい、という感じで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。